GT Max。 こんにちは、ギター教室 GT Max ギター講師の豊です。今回は久しぶりに開封動画をやりたいと思います。いや、でかいっすね。でちょっと開けてみましょう。すごいな、なんだこの改造は。あー、いたいたいた。ジェジェーン。ちょっとちょっと苦労しましたが、開きました。開封。じゃあこれがまた潰すの大変なんだ。お腹出てきました。ボスのチューナーですね。これに関して言うと、別の動画で紹介しようかなと思ってます。乞うご期待ね。こっちにもう一個なんかある。ああ、これね。このスマホホルダーこれがなんで必要かっていうと、今まで使ってたこのスマホホルダーっていうのはもうここに本来ゴムがついててストッパーの役割あったんですけど、もうそのゴムどっか行っちゃってスマホが外れて落ちそうになったりする時あったので、まあ、慌てて、新しいの買いました。はい、じゃあこっち。6、7、8、じゃんじゃじゃーんって。で、最後にこちら。こうした方がいいか。ホワイトボードですね。オンラインレッスンの時に使おうと思って買いました。まあ、これのせいで、箱が大きくなってるっていうね。他の2個はもうこれなんで、これ1個のためにこの箱は送られてきたみたいな感じですね。で、今回買ったこのホワイトボードなんですけども、これはまあオンラインレッスン用として使おうと思ってて、まあこの辺あたりとか、もしくは、まあちょっとこっちの方とかに貼って、カメラでドアップにするとかっていうのもちょっと考えてますね。このホワイトボード、実は結構安くて、普通どう見繕っても2、3000円するようなものが1090円とかに売ってたので、オンライン会議でこういったホワイトボードを使いたい方はこれおすすめですね。リンクは貼っておきますのでよろしくお願いします。今回は上信電機から送られてきた箱を開封してみました。ボスのクリップ式のチューナーはレビューしますのでよろしくお願いします。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ギター教室 GT Max ではあなたのギターを弾きたいという気持ち、ギターを向き合う姿勢に 100% 応えていきます。ご興味のある方は一度お問い合わせのメールをください。よろしくお願いします。